早稲田大学教育学部の英語2020年の公表をしていきたいと思いますね。早稲田大学教育学部史上最も簡単だったかもしれないです。簡単、3も簡単、4も簡単、5も超簡単、6も簡単、7もめちゃ簡単。何なんだこの。Hello there! 始まりました。アンバチャーチャンネルです。今回はですね、早稲田大学教育学部の英語2020年の公表をしていきたいと思いますね。まあ何かしらね、ここやってほしいとか、この問題のネイティブのコメント聞きたいっていうのがあったら、ぜひ言ってくださいね。水曜日にうちのネイティブとまた打ち合わせがあるので、その時に皆様からね、いただいた質問に答えられると思いますね。何かしら質問くればお答えします。教育学部ですが、まあコメントにあった通り、もしかしたら一番簡単かもしれないですね。今日早稲田大学教育学部史上最も簡単だったかもしれないです。さらに言うと、今年はまだ慶応の章が一番簡単じゃないかなって言ってたんですけど、どっこいどっこいですね。レベルがだいぶ低い。はい、では見ていきますね。そう、この実験ね、自分の浪人生の東大英語に入ってんですよ。めちゃくちゃそっくりな英文が入ってて、びっくりしたのが、並べ替えのところもめっちゃ似てるっていうね。そう、自分が作った問題なんですけど、その並べ替えね、本文中から。それすら近い。でもね、浪人の東大英語なんか受けてる人ほとんどいないから、残念ですけど、いや、この実験についてやって、たんですよ。授業でこのマシュマロ我慢できた人っていうのが後々勉強とか仕事で成功できる我慢できたからっていうね、見事に出てる、はい、で見ていきますね。一回バイアクセントバイチャンス簡単、オンディシンプリーとかも超簡単だし、簡単、3も簡単、4も簡単、5も超簡単、6も簡単、7もめちゃ簡単なんなのこのめちゃ簡単さ、8も簡単だ。知識があってもなくても文脈で余裕で解けるから、どれも楽勝ですね。あ、アウトスマートね。アウトプラスなんとか覚えとけとかって言ったやつですね。アウトウェイとか、アウトウェットとか、アウトセルとか、それよりも、サル、ブレルとか、知っといた方がいいよって言ったやつですね。Q がおそらく一番難しかったと思いますね。So what that っていうのができたかどうかですね。まあもちろん、パターンとしては2パターン考えられるんで、this child or that っていうか、this or that child っていう2つのパターンが考えられますね。で、この getting on、get on ね、成功するとこうまくいくっていうのは、知らなくても文法ルールだけで解いていけばこれしかないです。ポイントとしては、that をどこに置いたかですね。これだから that 説だとか思って、関係代名詞とか、接続詞の that だと思っちゃうとおしまいです。次、10に入れる。これもはい、アウトプラスのね、動詞。で、内容1も簡単ですね、こいつね。めちゃめちゃ楽勝だった。ある程度の単語力があれば余裕でできちゃうって感じです。続いて大問2。これも簡単ですね。空所補充も何も難しくない。12なんか文法ですから、こういうのね、コールのやつはめっちゃ狙われるって言ったし、13の言い換え簡単。うん。14も簡単。ドロップアイなんてもう基礎でしょ。文脈で15インアダワーズもいける。はい。16も楽勝。17も楽勝。18は cannot ですからね。間違えないでくださいね。not 問題ですから、ちゃんと問題読んでくださいね。バウンスオフなわけないですね。ディベロップもやったし、カミントゥビングもやったし、イマージュもやった。はい、全部。19も簡単。20ね、カフュー、カフューに関してはね、サガラウォーチさんとのね、動画に出てますね。私が喋ってますね。21も簡単、22もノット問題だけど楽勝。まあ自分自身、アメリカ行った時ね、ドームに住んでる友達いたんで、結構行ってたりするし、あとはまあトフルでね、出てくるので、ドームの場面っていうのはね、だからかなりわかりやすいね。トピックも面白いしね、驚愕とかね、驚愕に関する動画も上げてますけど、はい、面白い。寮の中で男女が一緒にいるべきなのかみたいなね、面白いですね。で次ですね、3番。はい、まず最初が、テクニカリーのね、言い換えね。テクニカリースピーキングとかね、テクニカリーとかってめちゃくちゃよく使うやつです。まあ消去法でも解けちゃうでしょう。簡単ですね。次も、シェルフですね。だこれも消去法で解けるでしょう。だから棚上げするって日本語でも言いますけど、そうですね。延期したりなんだりすることを言うんですけど、それが分かんなくても、ね、解くことは可能だなと思いました。ここはもう文法上楽勝でしょう。並べ替え、また並べ替え問題がね、厳しかったんじゃないですか。できなかった人いるよね。non-what those as deep as ね。この those っていうのが後ろから形容詞が修飾できるっていうのが重要なわけです。そこでやっぱ as-as が入ってるから、分かりづらかったと思いますね。そう。as-as っていうののね、比較が出てきた場合に元の形を考えるっていうのをきちんとやってたかどうかですね。そうすれば、こんな形見たことないっていう人でも解けます。ただ、難しい。
27が文脈だから楽。28が悩んだ人がいるんじゃない？カツっていう場合に、The large cuts, big cuts, deep cuts って言えるので、そう、だこれカツはってなってるか分かんないですけど、形容詞を前からね、カツにかけてやるっていう風にやれば、tall cuts はおかしいだろうなって気づけたんじゃないかな。30、ああ、これもまあ悩んだ人はいるかなと思ったけど、last, least, latest に関してはね、板書してきちんと説明しましたね、違いを。31、ああ、これも悩んだ人はいるかな。A とね、B が入りゃすぐにできると思うんだよね。まあ、D の continue っていうのもいけると思うから、4択しかないから、解けてほしいなっていうふうに思った。レフトとシャッターとかどっちかって悩んだ人とかいそうかな。で、次が、今、簡単ですね。そうなんですよ。もうカリフォルニアのね、そう、自分自身は留学してたから、カリフォルニアに。で、そこの大学って、やっぱり、ほとんどアジア人なんですけど、だから、お金持ちのアジア人の生まれだった人がやっぱほとんどだったんで、まあね、周りのね、日本人とかは、なんか白人たちに囲まれるのを想像してたのに、とかってわけのわかんないこと言ってましたけど、本当に高くなって、どんどん学費が高くなってやばい。ますます貧困層がいけなくなってるっていうのはよく言ってたんで、それよりもさらに高くなってますからね、今の状況ね。本当にね、思いますよ。UC ね、University of California ね、サンディエゴとか、バークリーとか、LA とかですね、いろんなところにあるんですけど、ね、カリフォルニアステイトの話も書いてありますね。この辺の状況を知ってるからさらに読みやすかったんだよね。はい、続いて、第4ですね。up と be up と at ですからね。で、ing 来てから be good at だっていうふうには多分推測できたでしょ。aptitude とかね、あるからできた人も多いかなと思いますが、まあもちろん狙い、この prone と liable っていうのは、be prone to do, be liable to do, be apt to do ですね。このなんとかする傾向があるみたいなんですね。ただし、prone と liable は基本的によろしくない傾向ですからね。気をつけてね。次、while が正解は簡単だよね。だから次の文に同じような形でね、where as が出てるでしょ。そう、言い換えが出てるんですよ。altogether はまあ簡単だけど、こんなに簡単でいいのかなと。悩んだ人が逆に出んじゃないかなと思った。数字がだいぶ後ろの方に出てくるしさ。次、36も簡単でしょ。37はこれはできてないと読めてないって証拠ですからね。ちゃんと読めてくださいね。38は簡単でしょ。明らかに意味が4だけ違うじゃん。elaborate が分かんなくても intricate, complex, sophisticated っていうのが同じような意味ですからね。4は選べるでしょ。で、39、40も読めていれば簡単に解ける。まあ自分自身言語学ですから、当然こういうやつは何度も読んでるので、何度もこの動物とね、人間言語に関してのものはたくさん読んでるので、非常に読みやすかった。最後の会話が簡単と。どうした教育。ここぐらいなんかね、本気出してやっつけにかかってほしかったけど、メルカとテトラですね、それぞれどう思ってるかっていうね、感情を考えていけばすごく簡単でしょ。やっぱこの SNS 系はよく出るよね。ほんとよく出題されますね。で、これさ、早稲田の法学部ともさ、関わってるじゃん。法学部のね、英作文にもちょっと関わってるし、ちょっと小学部の内容ともね、被るよね。と、41簡単でしょ。42も簡単、43も簡単、読めてれば全然楽勝を、44は、こんな単語知らなくていい、ね、知らなくても文脈で取れる。45は文脈でも知識でも取れる。46はこういうね、意図を問うやつですね。その発言の意図、どうしてこういうふうに言ってるのかっていうのを問う問題ですね。こういうのはまあ4技の試験で重視されるんで、ますますいろんなところで出題されてくるんじゃないかなと思いますね。トイックにも出てますよね、こういうね、発言の意図。で、英文強制ですね。英文の中のどこが強く生まれるか。It's not like I'm against computers. コンピューターに反対ってわけじゃ別にないんだよ、つってですね。で、48は、まあ簡単ですけど、この regret の意味をね、この残念に思うとかっていうのじゃなくて、なんか後悔するとかっていうふうに訳しちゃうと、4に引っかかっちゃうんじゃないかなと思った。そう、ただ残念だけど、ね、オンライン状態になってることは普通だよね、みたいですね。大体、まあ自分自身もそうですね。オンラインの。時間がめちゃめちゃ長いです。はい。で、次も簡単でしょ？そうですね。ちゃんと書いてあることから、どういう心情か、どういう気持ちなのか、どういう意見なのかっていうのが分かれば簡単に解ける問題でした。どうした？教育。はい。またですね、こういう問題やってほしいとかね、あったら、いよいよ国立大学もスタートしますからね。はい。リクエストください。お待ちしております。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.